潮現象も見られており、大きな噴火やそれに伴い火砕流が発生する可能性があると発表した。だが島村氏は噴火の危険性が高まっているのは九州の桜島だけではないと語る。宮城県と山形県の境にありますが、蔵王山とか万代アーズの福島県と山形県の境にありますね、まあ、九州の火口山といったところで噴火に非常に近い状態になって、いつ噴火してもいいじゃない。さらに